さん、リーシャンが返さろ、リーシャンが返さろ、リーシャンが返さろ、あーあーあー、かわいさすぎろ、リーシャンが返さろ、リーシャンが返さろ、まいどーみーかみ、リーシャンが、リーシャンが返さろ、リーシャンが返さろ、リーシャンが、リーシャンがかわいさすぎろ、リーシャンが、リーシャンが返さろ、兄ちゃんが怖いぞ。7回わずか4安打、1失点、その1失点も外での反応、タイムリーエラーの1失点、自責点、その兄ちゃんが怖いぞ。毎度三日兄ちゃんがかわいそう、あー兄ちゃん、あー、体力ゼロになるまで兄ちゃんがかわいそう、言うだけの動画やぞ、ほなみんな他の動画見ろ、兄ちゃんがかわいそう、あ、こんだけ兄ちゃんが頑張ったのに負け投手、兄ちゃんがかわいそう、あーわしは兄ちゃんがかわいそうって言うだけの肉の塊じゃ、兄ちゃんがかわいそう、なんや、初回のサトテル派のタイムリーラーのその1点だけで負けんの、なんももんないよ。わし死ぬんかな、これは死ぬんかな、ニシャンがかわいそうって言い続けて死ぬんかな、あ、この場合死因何、死因何なんのということで、毎度三上玄三や、あ、自己紹介するまでこんなに長い時間かける動画ある？さっきも言うたけども、初回に飛び出したサード佐藤輝明班の悪送球、タイムリーエラーその1点で阪神負けたわ。あ、まあできたらな、ファースト大山班、まあ止めてほしかったけども、まあ、あれは難しいわな、一番中途半端なバウンドが一番飛んの難しいんや。まあこれで佐藤輝明班、まあ両リーグトップの19個目のエラーということで、ここ6試合で、エラー5個っていうこと、ちょっとな、これほんまどうにかせなあかんな。まあ多少のエラーやったらな、サトテルハンバッティングで取り返すってな、そんなんでもええんやけども、ちょっと多いな。あ、そしたらいくらな、エラーで失点した分な、ちょっとバッティングで取り返したところでピッチャーの勝ちが消えたりな、あ、じゃあ負け投手になったりするって事実はな、変わらへんからな、ちょ、ピッチャーはかわいそうやわ。まあ、あんま言い過ぎるのもな、まあ、悟てるはりにとって。あ、まあ、プラスにならへんからな、まあ、そんな言わんけどもやな。もうちょっとしっかりしてくれや。まあな、言うても、まあ、エラーもあったけども、まあ、出せんよ。3安打じゃ勝てまへんわ。勝てまへん。山崎よりはん、今日やられたわ。7回途中まで、無失点のピッチング。あ、全く出んかったわ。そして最後は9回は、元阪神タイガース、カエル・ケラーに抑えられたわ。おう。あんな剛速球投げとったっけ？あんな剛速球投げとった？ほんま何もチャンスなかった3安打やからな。まあ8回な、まあ代打構成。まあそれはよかった。木南派にも代打、梅野派にもな、キャッチャーの梅野派にもようやくな、代打、出せたな。そしてピッチャーに代打出して、そこで島田カリハがな、意地のツーベースヒットを打って、得点圏にランナー行ったんやけども、あとは続かんかったな。ということで、首位広島と4ゲーム差、阪神タイガース自力優勝の可能性、消滅ということで。まあ、そんなことより、巨人に負けた、その事実がムカつくんじゃ、久しぶりに行くぞービーバージャイアンツ、ケツを吹く男たちよ、アリーナービーバージャイアンツ、スローモーションで、ビーバージャイアンツ、ケツを吹く男たち、巨人に負けたということじゃ、巨人に負けることだけ、それだけは許されへんのじゃ、自力優勝の可能性消滅、そんなんどうでもいい、広島とのゲーム差4ゲーム、そんなんどうでもいい、巨人に負けることだけが許されへんのじゃ、
ジャリッとくらい三上チョップ。ああ、なんやこれ、子供のジャビットまでおんのかい。あ、大人の厳しさ教えたろ、社会の厳しさ、社会の現実教えてやる。わー、三上下の匂いくれあ、女の子のジャビットもんだ、女の子にはわしなんもせえから安心してくれ。その分大人のお前じゃ。あ、三上、三上、肛門、肛門ゼロ距離、肛門ゼロ距離じゃおい、くれ。女の子にはなんもせえからな、わしな。ということで、明日は勝て、明日明後日勝って、連勝してくれ、勝ち越せ。わかったな。あ、今日の最終話、三上健三でした。アウトから、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 アウトから